するになったら勉強もできるようになるかなって思ったけど、気のせいでした。作詞って大変だよね。私が考えてもわーいとかガーンとかばっかりになっちゃうんだ。音の木坂学院って学年ごとにリボンの色が違うんだよ。知ってた？毎日制服着てるけど飽きないんだ。制服ってよくできてるんだね。エリちゃんが学校の先生だったら私も成績良かったと思う。なんか視線が痛いです。私たちの学校はエリちゃんが生徒会長なんだよ。しっかり者のエリちゃんがいてくれてよかった。経験だったけど、やるならスクールアイドルしかないって思ったんだ。海ちゃんと小鳥ちゃんとは小さい頃からずっと一緒なんだ。これからもずーっと一緒にいたいな。小鳥ちゃんがこんなに可愛い衣装を作ってくれたんだ。リンゴにみかんにさくらんぼ、フルーツを食べて、お休みしない？ファンの歌があったら、思いっきり感情込めて歌えそうな気がする。もぐも、今日もパンがうまい。大正ロマン風ってかわいい。洋風と和風のいいとこ取りだよね。この衣装ならホムラのお店番も楽しいかも。私もマキちゃんみたく作曲ができたらいいのにな。パーティーって言葉だけでワクワクしちゃうよね。ねえ、どんなサプライズが好き？よーし、張り切っていこう。えい、えい、おー、テンション上がるよ。
しくて幸せだよ。もっとみんなに楽しんでもらえるライブをしたいな。よかったらお店手伝ってくれる？どう？ちゃんと看板娘してるでしょ？って思うこともあるんだ。ミューズのみんなと出会えて本当に本当によかった。竜宮城で見られる魚のダンスどうなのか気になるな。ミューズのダンスの参考にしたい。乙姫様も亀に乗って移動したりするのかな。ライブの前はワクワクしてあんまり眠れないの。たまに目の下にクマ作っちゃって、ふみちゃんやニコちゃんに怒られるんだよね。みんなの笑顔が私たちのパワーになるんだ。だからいっぱい笑ってもらえるように頑張るね。運命を変える力はいつだってちっちゃな勇気から生まれるんだ。自分が願う未来を信じていてね。その思いがきっと素敵な出会いを連れてきてくれるから。メッセもいいけど、やっぱりあなたの顔を見て話がしたいな。もし自分がプリンセスになったら、もっとちゃんと勉強しなくちゃ。って、今でもした方がいいか。あはは。幸せ。お気に入りの衣装って、見てるだけで幸せな気持ちになれるよ。今日は見せ場をするんだ。え？手伝ってくれるの？より楽しい時間になりそう。アイスが食べたい。一緒に行こうよ。あなたはどんな味のアイスが好き？今日は思いっきり楽しもうね。ほのかちゃん似合ってるよって言っていいんだよ。さあさあさあ、遠慮せずに。ライブ本番までやれることは何でもやって。わかってるよ。無理はしません。
元気に学校へ行くよ。放課後はみんなで新しいダンスの練習をするんだ。楽しみだな。ミューズのみんなと見る夢は全部全部叶えたい。この衣装のお気に入りポイントはいっぱいあるけど襟かな。セーラー服みたいで可愛い。自慢のおまんじゅう食べる？この衣装に込められた小鳥ちゃんの気持ちが伝わってくるみたい。ふわふわのキラキラで妖精さんみたいな衣装だよね。